音声入ってますか？こんにちは、エレマンサイクルです。今日はオールシティのネイチャーボーイ、ネイチャークロスのやつね、ケーブル、やっとね、ブレーキを、まあ、どっちにするか、やっとコンタクト取れたんで、今からブレーキホースとかブレーキケーブルをつけるのと、時間があればバーテープ巻いていくので、その動画をノーカットで、僕の予想ですけど多分25分ぐらいでできると思うんで、それをノーカットで撮っていきます。もうね、前のケーブルはカットしたので、前はね、ちょっと見えやすいように、あまりね、作業、まあ相変わらず散らかってますけど、あんまりね、作業系動画ってどこ置くかな、どこ置こうか、どうしましょうか、誰か撮って動画ってここに置こうか、こうやってね、ここにこうやってよいしょと。ちょっと自分でもこれ撮れてるかどうか分かんないから、ちょっと喋りながらやろうか。自転車のケーブルは、まあ、僕理論ですけど、やっぱり自転車の位置、ちょっとテレビ映せない。自転車のまあ一番まあ見える部分で、やっぱりこのカーブとかってね、見てる美しいんですよ。で、僕が一番、まあ、自転車で組み立てする上で一番気をつけるのは、ブレーキケーブルとかシフトケーブルのまあ角度とかのカーブ、これを一番僕は気をつけてやってます。さっき合わせてでカットしたら、まあ、バリが出るから、こうヤスリでこう削ったりとか、あとブレーキケーブルの場合は中にオイルを通すんですけど、ワコーズの SL かワコーズのメンテルーブ、まあ、これをどちらか刺します。まあ、シリコン系か、普通のまあ万能潤滑剤か。でこれもどういう基準でやるかっていうと、まあ、そのお客さんを想像しながら、この人ちょっと豆かなとか、まあ桜井さんみたいにちょっと豆じゃないかなとか、そういうのを想像しながらいきます。で SL はやっぱりその潤滑の、まあもともと潤滑ではないんですけど、潤滑機能がまあ薄いので豆な人向きで、このメンテルーブっていうのはもう超万能なオイルなんで、まあ何でもいいですけど、こういうのに買われるのがあれば、耐久性がいいから、この人はね、僕ちょっと想像しながらメンテルーブにしようと思って、さっきメンテルーブ刺しました。これね、今度インナーケーブル、インナーケーブルね、これを通していきます。いや、これ結構難しいわ、これ通すの。そう、このオールシティのケーブル通すの難しかったのを今思い出した。太鼓の部分、見せましょうか。太鼓の部分が引っかかりが、これがね、ちょっと難しいんですよ。ここに引っ掛けるのが難しくて、でこれどうやってやった、ちょっと足で、ここがね、かかりづらいので、まあ、僕レベルになると多分一発で入らないかな、入った、こういう感じで一発でこう入れることができました。これで今からケーブルを通していきます。ちょっと喋りながらやりますね。喋りながらトントントンと。あとブレーキケーブルは、ケーブルはいろいろ種類があるけど、アウターキャップって言ってね、このケーブルのもうピント合ってるかどうか、まあ、無視するけど、ケーブルの外側にこういうキャップをつけます。これね、ピント合ってるか、これ基本的につけていきます。基本的につけて、ちょっと日本語おかしい、つけていきます。あとこのケーブルの文字、例えばシマノとかって文字があるんですけど、それも
この沿わした時に外側から見て違和感がないように僕は一応気をつけてケーブルをセッティングしていきます。で、完成者の場合はそれをね結構無視してやってるんですよ。でもバーテープ剥がすとまたちょっとね面倒くさいなっていうのは多分やらないスタッフの人もいると思うけど、ほとんどのそういうの細かいのが気になる人は多分そういうの意識してやってるんじゃないかなと思います。まあこれはまあ好みなんでね、別にこれを無駄だと割り切るか、あとこの辺も見せた方がいいかな、ちょっと見せましょうか作業風景ね。こんなことやってたら25分じゃ終わんないこれ。これね作業風景ね、こうやってこう通して、アウターキャップ入れるの忘れた。これ上向くのかな、上向いた。ケーブル交換はね結構ね面倒くさいけど、慣れたらめちゃくちゃ段取り良くなって楽しいんですよ。このでもその楽しくなるまで3年ぐらいかかるの、ケーブル交換だけで。特に今回これケーブルがブレーキだけじゃないですか、あのシングルスピードで変速がないから。変速があると僕は多分最初1台分変速機付きのケーブル交換大体2時間ぐらいかけてましたけど、段取り良くしたら何も本当にその間にお客さんに話しかけがなければ多分15分ぐらいでいけると思います。はい、一回もう今ブレーキがこうついたので、今度はここをこう長くなって店の中でつまずく場合があるんですよ。でこれはねこうやってくるくる回して、まだ切らずにこうやっておきます。なんでまだ切らないかというと、ここにバーテープ巻く前にビニールテープ巻くんですけど、ビニールテープを巻くとまたこの引き代変わってくるんですね。これで一旦置いて、もう今8分経過したでしょ、あと15分できるかな、17分か。じゃあ今度は向きを変えて後ろをやっていきます。スピード命、スピード、よいしょ。これいかに当てないか、イライラ棒みたいな感じですね、昔テレビでね。あとイライラ棒ね、よいしょ。軽いわやっぱりギアがないから。こいつはフルアウター、後ろがフルアウターといって、全部アウター付きでインナーケーブルが見えないのでちょっと難しいけど、それもコツがあるんですよ。1回でセッティング出そうと思ったら結構時間かかるので、あとワイヤーのまあ綺麗な、なんか暗黙のルールというか、この取り回しの順番ですけど、前ブレーキ後ろブレーキ、後ろ変えどうだっけ、前ブレーキ後ろブレーキ、後ろ変速前変速っていう風に交互にしていくと、なんかね結構綺麗にいったりします。僕はね、僕理論ね。作業中はね最近時計つけないようにして、フレーム傷つく場合があるから、こうやってまあこうそうこうやって合わせていって、後ろは僕ちょっと長めに切ります。2人いたらやりやすいけど、僕は大体後ろ後で長さを決めるので、ざっくりしたところで、よし決めました。それで
さっきの続きね、続きというかこのケーブルね、ピンターこれ安いで削っていきます。こうやって別にしなくてもいいんですけどね、これした方がなんかバリが取れてちょっと引きが軽くなるような気がする、まあ、本当はねもっと丁寧なやり方があるんですけど、やりすぎてもそこは僕はあんまり意味ないと思ってるんで、まあ、適度にやって、で最後また切るので、インナーケーブルをつけてセッティングしちゃいます。この動画ちょっと面白いかどうか分かんないですけど、もしあの反響があればこういう動画をね増やしていきます。でもあの別にあれブルーラグさん意識してその真似をしてるわけじゃないですからね。だからあのずっと見ていられる、まあ、作業動画、僕はあのあんまりそのカット数多くすると YouTube の編集がちょっと多くなっちゃうんで、時間がねカット数少なめで、今あの 4K で YouTube 書き出しているので、結構ね1本あたりの動画を撮って公開するまでの時間がだいたい1時間半ぐらいかかります。大げさかそうです、まあ1時間ぐらいかかるんです。ということは3本撮る日ってだいたいそれに3時間ぐらい使ってるわけです。今まだあれよ、メンテルーブさしてないですよ。なぜかというとワイヤーの長さを決めてるから。これでこうやって、あとねこれも勘です、勘、これは勘とセンスと、こうやってと、結構長く切りすぎたかもしれない。これで今長さを合わせたのでカットして、やっぱねシマノのワイヤーカッターが一番いいんですけど、この新型よりもこう、ね、初代ワイヤーカッター、もう多分15年ぐらい前なんですけど、これがね一番使いやすいけど、今ちょっと壊れてるんでこれ使います。カチッと、あ、ちょっと切った面が結構ギザギザだった。こういう時に映るかな、ちょっと裏技ね、ちょっと斜めになって分かります、これ、この分かる、これをうまくこの先端だけでこういう切るやり方もあります。もう今一発で平面が出た、この角度ね、このワイヤーカッターの持つ角度で切るその平面が一発出るんで、ここにね、まあ、地味な作業ですよこれ。これ何が地味かっていうと、もう下手した爪をね削っちゃうんですよ。僕昔親指の爪をよく削ってましたけどね。 OK、 次はこういうね、こういう尖ったやつでこの穴を広げて、見えるかな、この樹脂の穴もあの、ね、結構広げたくないと抵抗になるんですよね。で、メンテルーブでこれね刺していきます。でワイヤーを通していきます。さっき言った文字を意識して。でメンテルーブが結構サラサラなのでワイヤーの最後の出口で。メンテルーブがドボッとこぼれるので、まあ、こぼれてもいいようにそういう場所でやってください。今通りました。そしたらケーブルね、一人は難しいですね、動画撮るのは。今日バイト入ってもらえばよかった、さくらさんに。一人はね難しい。映ってるかな、映ってるかどうかが分かんないから、後ろのブレーキを今通しました。通してキャリパーの
ワイヤーネジ、止めるネジを緩めて、今入れて、仮止めしていきます。そしたらあとはバーテープを巻いていくんですけど、その前にもうフレームにケーブルを固定していきます、ね、結束バンドね。で今回はこれフレームのカラーが、フレームのカラーが綺麗なので、この色付きの結束バンド、ちょっとね、去年買ったのがあるんで、これでせっかくなんで止めていこうと思います。やっぱね、黄色系は黄色にして、そういうなんていう、まあ、気遣いというか、やっぱね、いい自転車はよく乗ってほしいし、あ、ちょっとケーブル通し間違えた。喋りながらやってください。ちょっとフレームの外側を通すのを間違って内側を通しちゃいました。もしあのこういうなんかメンテナンス系の、例えば具体的ななんかあそこってあの BB の交換の仕方とか、なんかそういうのがもしあれば、なんかピンポイントで取っていきますよ。まあ、そういう作業も多分増えてくると思うし、もしそういう作業が偶然僕が受けている作業で一致してれば全然やっていきますよ。あ、いいね、黄色い結束バンドいいわ。これね、高かったんですよ。これカラー結束バンドって結構高い。黄色ね、こっちね、黄色ね。あまりギュッと締めると調整ができなくなるので、結束バンドはまあちょっと緩め、まあ 90% ぐらいの力で締めます。ピンクと色がめっちゃ綺麗だな。このフレームは49がもうなくて、52と55サイズがまだ国内在庫あるので、もしどうしてもっていう人はもう買っといた方がいいです。来年ない、これは。でどうせ来年になったら、あ、去年の欲しかったってまた優勝出てくるんで、そういうのなしでお願いしますそういうのはね、そういう人に限ってね、買わないから。僕もそうですけど、僕もあれよ、ああシビックのタイプ R、 なんか顔が前の方が良かったなって言うけど、シビックタイプ R 買えないしなよし、ちょっと動画見せましょうか。結束バンド今つけました。こういう感じでね、黄色黄色。もう18分か、ちょっと無理だな、これ25分でやるのは。で次は、ハンドルのとこにビニールテープを、これで映るか、ビニールテープね。そうか、カットすればいいんかね、別にその垂れ流しでやるんじゃなくて、カットした方がいいかな。ビニールテープね。ビニールテープはまあこれ多分スタッフさんによってまあ違うと思うんです。例えばこれね、1,2,3 箇所ってやる人もいれば、僕みたいに全部こう巻く人もいれば、僕はねバーテープを全部巻く方です。ちょっと映るかどうかわかんないけど、その方がブレーキを握った時にブレーキケーブルがキュッてよ、バーテープの中でよれづらくなるので、僕はこのやり方でもうずっとやってきてます。なんか外雨降ってるっぽいな。これで片方が終了。
で最後、まあ、この辺をこう斜めに切っておくと美しいです。最後ね、切り端を、まあ、美しいですというか、自己満足です。これもハンドルのどこにケーブルを沿わせるかでハンドルを握った時の感触とかがだいぶ変わってくるので、僕最近はハンドルの下側にケーブルをまとめるようにしています。そのがね、こうなんかヒュルクライムする時にあの指が引っかかってね、力が入りやすい。でそれがなんかね、安いビニールテープだと中でバーテープの中でケーブルが動いて勝手に下になって上になってする場合があるので、やっぱこのちょっと固めのいいビニールテープの方がいいと思う。あのネチネチしないやつで、ここでまたなんですけど、このテープを巻くとこのケーブルの取り回しがより分かりやすくなっています。例えばこれだとちょっと後ろが長いんですよ。分かるかな。あえて今回長くします。もしかしたらハンドルちょっとアップライズに変えるかもしれないし、あえて今回わざとケーブル長めにしました。ちょっと後ろが長いです。で後ろを切ります。この辺は多分3センチぐらいカットします。そういうのも繰り返し、一発で出るやつもあれば出ないのもあるんで、前に通して、おいいじゃん。もうちょっと完璧、完璧です。そしたら切りますね。ちょっと間に合わないな、時間が25分じゃできなかった。さすがにこの動画1時間も見る人いないと思うんで、まあね、長い動画、最近みんなね忙しいから、ね、YouTube も多分何倍速かで見るだろうし、運がよく平面が出てます。ここでねかけるのねやめた方がいい、ヤスリがけね。映ってるかも。新人の人はあのフレームとか削る可能性があるんで、ホイールのスポークとかね、慣れてない人はここで削らない。今ちょっと横着なやり方のだったんで絶対やらない方がいいです。僕それで何回か失敗してます。フレームを削ったりしてね、お客さんの。ここまで来たら、まあ、最後にバーテープを巻いていきます。バーテープ今回選んでもらったのが、僕が昔からおすすめしてる ESI のシリコンバーテープ。やっぱりあれが一番いい。シクロクロスはね、見た目は普通ですけど性能はあれに勝るものない。巻き直し効くし耐久性がいいし、だから自転車ショップ中のバーテープですよ。 OK、 こんな感じね。じゃあバーテープ巻いて終わりです。で25分で終わろうとしてるでしょ僕は。まあ、ケーブルのじゃあね仕方ということで、これは一回動画を終わろうと思います。